マジで夕飲みになったわ。ありがとうございます。あら気だるいな。腹減ったな。体に力が入らへんな。魚が食ってないからな、タンパク質がないから、多分エネルギーが足りてないんだろうな。野菜とか貝とかカニじゃなんか懐かしい感じだわ。減量末期みたいな。体の中がスーッと静かになっていく感じ。悟り開く感じがなんか今この岩のこの模様をずーっと眺めれるの。減量の時でもこれに水なしやったからさ。そういうことか。何回か体験してんねんけどな、アマゾンとか、キリマンジャロとか。懐かしい体の感じやけど、まあ普通あってはならんねんけどな。まあ過ぎたらええ思い出やしな。この辛い体験っていうのも二度とできんような一生に一回きりのやつやから、生きることをかみしめよう。森子、よし頑張りましょう。渾身の言葉やな、森子。森子っていうわけでね、もう見たら分かるやろ何するか。魚取ってきます、森で。お願いします。海って言って結構魚っていう食べ物知ってるみんな。キリある食べ物結構おるから生き物が知ってる。目標100匹いきます。そんな取られへんって。ほんま今の時期春やのに1分もおられへん。生身やったらうっつうつ着るやん。バリ熱い。嘘。母体に包まれてるような。母体はおかしいやろ。これやったら海やったら結構多分耐えれるんじゃないかな。で森へ俺何回か今まで4回ぐらい経験あるけど、全部1年以上飛んでんねん。だけどまあ今回ちょっとこのグッズ全部借りたからまさかのまさかやねんけど、カメラマン金槌って。すいません、僕泳げないんで海入れないです。やっぱこれからチンヤにするわ。海系はもうチンヤに高度なテクニックやと思うねんけど、こういう感じでバンっていうノリで。そうね。いってらっしゃい。レディーゴー。あ、レディーゴー。いってらっしゃい。頑張ってるな。何してんねやろあれは。とりあえず泳いでんのかな。頑張ってるなぁ。お尻が可愛いな。どんな感じ ？GoPro 持ってたら無理や。片手だけしか使われんから岩とか持たれへん。魚なんかあんま少ないな。あ、そう。カメラ置いて頑張ってみるわ。オッケー。じゃあ外からちょくちょく撮るわ。マジ？いけた？おしってもうた。ちっさ。ちっさ。しょぼ。面白いんだ。早っ。投げられてるわ。全然おらん。全然おらん。やばいな。とりあえず貴重な食料券一匹取ったろ。いや。やっぱり見るけど逃げられるな。ああ、好きなやっぱりおる。そうね、上からもチラチラ見えんねんけどな。もうちょい頑張るわ。ああ、なんてこった。疲れてるやん。無理。こんな体力使うやんな。一生押されてるけどやん、人に。まだこんなちっこいもん取れてない。一回温まって回復したらもう一踏ん張りが。そうしようか。でどっちにしろ取られへんかったとしてもこの疲れた具合でそのまま寝ちゃうから。そうね、頑張ろう。うん、頑張りましょう。一回休憩して火だけ守っといて。 OK。 でもいい感じに海には慣れてきてるっつうか、うん、海は友達になってきてんで、はい、あとはそのもうちょい仲良くなるだけっていうのが分からんもん。オッケー。やったぞ。なんかめっちゃでかそうだったけど。やば。クソでかい。なんやその魚。なんかワカメとワカメの間にみたいなところに、うん、ちょっと影見えたから、うん、ってやったら、マジで奇跡起きた。マジ生物。ちっちゃさっきのやつ。その来たら海鮮鍋やろう。やろうか、食うか。命やろう。命やな。最高やな。達成感がやばい。地球に生まれてよかったー。火湧いてるやん。言うな。言うやん。もう疲れてる。ほんまにプールの後みたいな気分になる。あ、ほんま。ドーン。これはでかいな。めちゃくちゃでかい。とりあえず鱗取っていくか。鱗取って内臓取ってドーンでいくか。ドーン。森とかあんまり経験ないのにいけるもんなんやな。そうやな。いやマジで持ってたと思うで。無人島やからかな。無人島マジックやな。いやでも練習したいわ。もっと頑張ろう。なんやねん。いやほんまにタンパク質食えんのエグいな。エグい。でっかいな内臓も。なあ。どれぐらいある？魚の内臓何個ぐらいある？いや結構4つぐらい取ったねんけど。結構あるぜ。やばいやん。腹とずっとこねくり回す映像やねんけどこれ。なんかこうやって。やめろって。あ、来た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 。黒いな。何笑ってんねん。何笑ってんねんお前。お前砂遊びやってんのかって。顔面を落とした方がいいかもね。切れるでももう切れへんのやったらもう洗って顔そのままいったら。で顔あった方がぽくない？何ぽいってなんか海鮮鍋って感じじゃない？分からんでもない。分からんでもない。それしよう。分かる分かる。じゃあよっしゃバーニングしてください。レッツバーニング。あっちいけど大体こう20かけぐらい。さオープンザマインド。わおすごい。ちゃんと煮物の匂いする。めちゃくちゃ想像以上やねんけど。実食してみましょう。実食しよう。プリプリ。そう肉肉しい。やば。ちゃんとバリうまいねんけど。こんなん取れるん。もうステーキやわ。めっちゃでっかいな。身がもう。身すごいな。めっちゃでかいねん。死ぬほどうまい。うわー、だしやばい。そうなんかもう味噌汁みたいな味。うまい。来ててよかった。なんとかここまで来たな。もう2日目、6日目、なんとかここまで来たな。小魚食うてなかった。かわいそうにかわいそうにどっか入ってるわ。完全に忘れられとったわこの辺や。おっと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 小魚もいましたよ。ほら分解されてる。ボロボロなってるやん。あっ優しい柔らかい赤ちゃんの肌をちぎってるみたいな。サイコパスかお前。野生体がましたここに来て。そうやな。生きるっていうことにはもう何不自由なくできるようになったな。森とかもこう多分日々やってたらうまくなるやろうし、多分魚の数とかもな、取れる時はもっと取れたりとかするかもしらんし、だからこの島はもう冠水やな。そうやね。よし、この無人島脱出しよう。脱出すんの？どういうこと？次の島に行こう。無人島から無人島に引っ越ししましょう。今からイカダ作ってもう一個行くの？イカダで行くの？この島行きましょう。ほんまに言うてる終わりじゃないこれで。次の無人島に行きます。マジか。引っ越し無人島生活続きます。せやろ。手作りの漂流物のイカダで脱出しましょう。わかりました。そして次の無人島へ引っ越します。ドラムにもなります。高評価&コメントもよろしくお願いします。ほんまに低評価がいいって思ってくれるやつがおんだったら低評価をしてもいいけど、基本的に高評価と長いな。よろしくお願いします。ほんまによろしくな。